こんにちは、ミスターマイアミさん。今回はですね、ミスターマイアミさんが高知に戻って暮らしを始めたりね、事業を始めたりするときに支援してくださる補助金っていうものがあるんですけども、そこにフォーカスしてですね、お伝えしようかと思います。ご覧の動画はですね、高知商工会議所のホームページからお送りしております。まあ見てください。高知っていう国もやっぱり、国じゃない、高知っていうところもね、人がどんどん出ていって流出したりとか、事業が減っていって、税収も落ち込んできますしね、いろいろと伸び悩んでる部分があるんですよね。まあそういうところを鑑みて、もっともっと人を呼びたい、産業を呼びたい、ね、売り上げをもっともっと活性化したいっていうところで、事業を活性化したいってところで、住まい、新しくお住まいになる方や、新しく事業される方に対して、補助金ってものを結構出してるんですよね。このホームページをね、見ていただいて、これね、だから47都道府県どこでもありますんで、このホームページ見て、高知しかないのかなと思った方、そんなことはないですからね。地方であればあるほどこういうのはありますんで、しっかりと読んでください。こういうふうにね、都道府県とか行政や自治体が出してるホームページってみんな関心ないから見ないんですよね。でも、実はこういうところを真っ先に見ないといけないんですよ。こういうところを真っ先に見ずに、ネットのなんかね、よくわかんない情報を見たりとか、ネットワークビジネスとか、情報所在とか、ああいうのを言ってるからダメなんですよ。まずは国が支援してくださるものをしっかり活用して、事業資金を作ったりとか、チャンスを作ったりとか、リスクなく起業するとかね、リスクなく人を雇うとか、リスクなく店舗を借りるとかってことができます。場合によってはですね、リスクなく住まいをもらうこともできるんですよ。ね、そういうところもありますので、よく探してみてください。まずね、トライアル雇用奨励金ってあります。これね、人を雇う場合に、まあ、給料を代わりに出しますよっていうものですよね。で、特定給食困難者雇用開発助成金っていうのもあります。これはね、高齢者の方とか障害者の方が、働くとき、賃金の一部を事業者に出しますよってことなんで、例えば、お嫁さんのお父さんが80歳超えてるじゃないですか。で、どっかに就職しようと思っても難しいですよね。だからその方を雇用すれば、奨励金出るというね、形になると思います。これ、地域雇用開発奨励金ですね。300万円以上の事業所の設置。だからね、ミスターマイアミさんが新しい事業所を設置するときにこれを使えばいいわけなんですよ。うん。キャリア形成助成金ってありますよね。これもだからね、なんかね、教育訓練を受けるときに、研修代とかが会社が払うんではなくて、ここがね、払いますよ、肩代わりしますよってことですよね。キャリアアップ助成金も同じです。高齢者雇用特定助成金ってのもあります。だから、年取った方が働きたいときに、その方にね、給料をいきなり払ってたんじゃ事業所リスクがあるんで、この高齢者はちゃんと働けるのかどうなのかってことを試す意味でね、一定期間、給料を代わりに出しますから雇ってみてはどうですかってのがありますね。ジョブカード制度ってのがあります。これもね、ジョブカードってのは何かな、マッチングする、これちょっと私知りませんけども、まあ、調べてみてください。詳細ページってのがあります。もしくはこちらの方にね、お電話して聞いていただければ。もうこういうところに電話する人ってほとんどいないですからね。ここ暇ですからね、はっきり言って。なんかね、お金に困ってる人がお金をあげますよってものの知識を知らないから困りに決まってますよね。だからいきなり銀行融資受けるんじゃなくて、もらえるところからもらっていくっていう方法もあります。次、ミスターマイアミさんが高知に行って創業する場合ね、創業という形の事業を、ね、継承するってのでも使えると思いますけどもね、高知空き店舗活用、ね、制度ってのがあります。要するに高知に行って店舗が空いてる空きテナントで誰も住んでないところがありますよね。営業してない昔の酒屋とかね、米屋とか、ああいうところを使うときに、家賃の一部を助成しますよってことなんで、家賃が毎月25万かかるとしたら、そのうちの、まあ、一部をね、出していただくってこと、場合によっては全部出してもらうこともできます。高知県高知商業振興助成金。これもね、空き店舗対策事業ですよね。同じような形だと思います。詳しくはこちらを読んでみてください。地域雇用開発奨励金ってありますね。これもね、いいですね。300万以上の事業をする方には、その、雇い入れた、3人とかね、2人とか、助成金が支給されますよ。ね、ハローワーク雇用サービス部門。ここも電話する人がいないと思います。なんかね、やっぱり常々思うんですけども、お金に困ってる人って、お金がね、出てくるところの情報を取りに行ってないんですよ。で、稼ぎにくい、例えば派遣会社とかね、どっか中小企業の就職とかって探しちゃうんですよね。だと当てもないような企業を取り組んじゃうんですよ。だから自己資金でやるんじゃなくて、なんか事業を始めよう、チャレンジしようとする人ってのは、ね、応援してくれてますからね。なんと言いますかね、安倍政権っていうのは批判が多かったり、まあ、今になってね、いろいろとあらが見えてきたんですけども、新しくチャレンジしようとする人を応援するという意味ではね、
かなり3本の矢を打ち込んでくれてますんで、しっかりと活用してみてください。やっぱね、今現政権が悪い方に傾いてるってことは確かですけども、逆に言うとね、いいことも結構あるんですよ。いいことがないと支持されないわけじゃないですか。で、いいことをきちんと活用して利益を得てる人っていうのに圧倒的に支持を受けて、よくわかんないけども、政治よくわかんないけど、なんとなく自分に不満があるのは安倍政権のせいじゃないかっていう人が反対派になってるっていうところが多いんですよね。まあ、消費税に関してもそうで、消費税確かにね、10月から 2% 上がって 10% になりましたけども、消費税が上がれば上がるほど儲かる仕組みっていうのもあるわけですよ。ね、輸出企業とか。そういうところをやっぱりきちんと見ずに、自分の少ないね、知識とか経験で、まあ人の批判してみたりとか、自分がうまくいかないの人に制してみたりするわけなんですけども、情報ってものになんで価値があるかっていうと、まあ私みたいにこういうふうにね、税金が上がれば上がるほど儲かる仕組みがあるんですよっていうふうな情報を流す人がいるってことなんですよ。情報の価値っていうのは。だからね、まあ、速稼塾に入って正解ですっていうね、そこまで言うつもりはないんですけども、ミスターまゆみさんがもしね、もし高知に来てないからね、事業を始めるってことでしたら、今回の動画かなり役に立つと思います。経営革新事業説明会ですね。これもね、経営革新っていうのが聞き慣れない言葉だと思いますけども、これがね、結構大きいんですよ。もうちょっと、どのぐらい大きいかちょっと言いにくいんですけども、高知県で適用されるかどうかわかんないですけども、私、広島県にいてね、3000万円まで助成金っていうのが出るみたいなのもあるわけなんですよ。3000万ですよ。3000万助成金なんで、あげますってことですからね。事業するための書類を書いて、それで OK が出たら、はい、あげますよって、返さなくていいですよってものがあるんですよ。3000万ね。そういうのを、多分ね、知ってる人知らない、いないんじゃないですか、あんまりね。で、私がね、何回も動画で呼びかけたりとか、メールマガジンやった時はメールマガジンで、もうね、事業を始める方とか、新しく経営革新される方には1000万出ますよとか、3000万出ますよって言っても、まあ私のメールマガジンの読者なんてたった2万人なんで、本当にね、知らせることがもう難しいですよね。NHK とか民放とか、ああいうところでね、やってくれればいいんですけども、やらないんですよ。だから、自ら情報を取りに行く人だけに与えられた特典なんですよね、こういうのは。だから自分で探しに行かないといけないんですよ。テレビや新聞とか学校が教えてくれなかったっていうのはもう完全に負け組ですからね、こういう人たちは。負け組っていう方あんまり好きじゃないんですけども、はっきり言って、自分で情報を取りに行ってあるつもりで、全く取りに行けてないんですよ。で、どこに通りに行けばいいかって言ったら、そこ市区町村とか行政のホームページに決まってるんですよね。国とか内閣府のホームページですよ。経済産業省のホームページですよ。行ってますかね、そういうところに。そういうところまず行かないといけないのに、なぜか知んないけどね、Facebook のタイムライン見たりとかね、Twitter のタイムライン見たりしてるわけなんですよ。そういうんじゃ永遠にチャンスはつかめないんで、絶対的にですね、この行政のホームページを真っ先に見ることをお勧めします。もうね、圧倒的に違いますよ。やっぱり国とか市区町村とか、こういうふうなね、商工会議所が発表しているところっていうのは我々に有利なものしか発生してないですからね、発信してないです。言ってみれば私はこういうところの情報を小出しにしてるだけですからね、情報企業っていうのはそういうことですから、例えばミスターマイアミさんが私みたいに情報企業しようかと思ったら、常にですね、行政のホームページ見ていって、こんな助成金がありますよってことをずっと YouTube で喋るだけでもアクセス集まりますからね、やってみてもいいんじゃないですかね。ただでもらえるお金があります、返さなくていいお金がありますと、銀行融資を受ける前にまずこちらをどうぞとかね、金融ブラックの人でも助成金というのは出ますからね、関係ないですから。だから自己破産した方でも何でもいいんですよ、どんな方でもこれはね、出ますからね、すごいでしょ。だからそういうことを知らせていく情報企業家になるという道もあります。で、高知の商工れなんか分かんないですね、もう読みにくいですね。これもまあ読んでみてください。あとね、ものづくり、なんか競争とかありますよね。ものづくりっていうのは今はね、ホームページを作ることもものづくりに含まれてますんで、ホームページを作るために20万円かかるんですって言ったら、それをね、助成金でもらうみたいな方法もあるわけなんですよ。で、ちなみに私、麻雀店やってる時にですね、ソファーを買うとかね、カメラを買うとかね、モニターを買うってことで、助成金がね、採択されたこともあります。通常ね、麻雀店って風俗営業法なんで、助成金のタグが出ないんですよ。そうそう、風俗営業法と金融業に対しては助成金ってのはね、出ないんですよ。一応ね、NG なんですよ。ただそこら辺も上手にやれば、書類を上手に書けば出るわけなんですよね。高知販路拡大チャレンジ事業、ミスターマヤミさんに最適じゃないですか。ね、酒屋さんを継いだ後に、酒屋さんをインターネットを通じて通販に、販路を拡大するってことに対して、ここの事業資金いただいたらどうですかね。まあ、その他、こういうのもありますよね。なんか助成金ありすぎて、もうね、いくらでも助成金だけでもうね、一生暮らしていけるんじゃないかと思いますけどもね。はい、今回は以上です。参考になれば幸いです。では10分喋っちゃいましたね。すいません。失礼します。